皆さん、こんにちは。こんばんは。レオでございます。ここは群馬県の渋川駅です。上越線、吾妻線の駅でございまして、本日は特急草津号に乗りまして、大宮駅まで帰りたいと思います。旧草津号は渋川駅を出発、吾妻線からやってきました。長野原草津口発上野行きです。今回ね、草津温泉に行ったわけではなく、この渋川から出ている伊香保温泉、そちらに、行ってまして、そちらからの帰りとなりますので、草津とはちょっと関係ないですけれども、温泉地からの帰りということでね、ここから乗ってくる伊香保温泉からのお客さんも、多数乗っているのを見られました。次は新米橋です。こちら側が伊香保温泉の方面でございまして、その先には榛名山がございます。榛名山の方もね、伊香保温泉から先まっすぐ行けば、行くことができるんですけれども、ちょっと時間がなくて行くことはできませんでした。列車は新米橋駅を出発。ここで両毛線とも合流いたします。ここにはですね、車両基地がございまして、その奥ちょっと太陽の光で見えづらいんですけれども、4パー合計、お座席列車花が、止まっております。ここに所属しているようですね。すべてがグリーン席という特殊な感じですけれども、すべてが畳なんでなお特殊。だいたいね、臨時列車とかで出されてない時はここに止まっております。次は熊谷に止まります。止まる駅にご注意ください。群馬県一の大都会、高崎駅に到着です。群馬県一大都会なんですけれども、ここはですね、群馬県の県庁所在地ではなく、県庁所在地は前橋にあります。なのにもかかわらず一番大きいんです。前橋はですね、県庁所在地なんですけれども、特急列車が1本も来ません。新幹線も来ません。まあそんなね、不思議な県がこの群馬県なんです。前橋もね、行ったことありますけども、別に悪いところではございません。ここから高崎線に入ります。高崎線の停車駅はですね、熊谷、大宮、それだけなんですね。新幹線と同じです。いや、下手したら新幹線よりも早いんじゃ、早くはないか。本庄早稲田駅を止まったとしても新幹線の方が早いですね。さあ、客車列車とかが見えてまいりまして、この高崎の車両センター、なかなか見応えがある場所なんですね。僕もかなり好きな場所なんですよ。
この区間ですね、大きな川を2つ渡ります。まずは唐津川です。この川を渡ったからといって、埼玉県に入ったわけではございません。ここはですね、まだ、群馬県内です。埼玉に入ったかなと思わせる勘違い川でございます。向かい側ですね、滝を、貨物列車が走っておりまして、上下線別々になっています。こんなに離れてまるで別の路線を見ているみたいな感じですけれども、こちらも同じ高崎線です。ここではね、上下線がだいぶ離れた場所にありまして、こうしてゆっくりとゆっくりと近づいて、合流していきます。別の路線が直通して合流しているように見えますけれども、全く関係ありません。本当に高崎線の、線路でございます。もう一つの大きな川、神奈川です。神に流れる川と書いて神奈川、ものすごい名前ですよね。中山道中でもかなり、難所としていた、川でありまして、ここから埼玉県に入ります。群馬県から埼玉県の、県境はこの神奈川になります。大きな川を2つ渡る、ここはね、高崎線内でもかなりね、見応えのある場所なんじゃないかなと個人的には思います。デビューから32年、 JR 発足後初めての特急車両6号1系。もともと常磐線スーパー日立号として上野仙台を走っておりましたが、今はこの特急草津号に、転用されて、今では高崎線の顔となっております。 JR 発足後の初の特急車両ということで、在来線特急列車としては初めて最高速度130キロでの営業運転を実現した列車となっております。またね、鉄道友の会ブルーリボン賞を1990年に、受賞したということで、 JR グループの新設系車両でブルーリボン賞を受賞したのは、この本形式6号1系が、最初であると書かれております。深谷ネギや渋沢栄一として有名、そしてまた赤レンガの駅舎として有名な深谷駅を通過でございます。レンガの町、日本で初めてレンガが製造された町です。いろいろとね、名所というかね、そういった有名なものがある深谷駅なんですけれども、あまりなんか高崎線内でも目立たないような気がします。今籠原駅を出ましたところ、ここは熊谷の熊谷貨物ターミナル駅です。かなり広大な敷地を持っておりまして、ここを通るために、いや、ものすごい景色だなとついつい眼見してしまいます。貨物のコンテナもたくさん置いてありまして、線路もかなり広く、鉄道オタクとしてはかなりね、見応えがあるなと思って、本当に好きな場所なんですよ。ここ籠原から熊谷間の間でございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく熊谷に停まります。お出口は左側です。熊谷を出ますと次は大宮に停まります。新幹線と秩父鉄道の乗り換え駅、熊谷駅を出発。熊谷といえば、暑い街ですね。毎年夏になると暑いぞ熊谷と、歌っている街でございます。それのイメージが強いんじゃないかなと、思いますね。ご乗車ありがとうございます。特急草津4号上野行きです。ご乗車ありがとうございました。まもなく大宮に停まります。6番線到着、お出口は右側です。お乗り換え列車についてご案内いたします。東北新幹線やまびこ151号仙台行きは新幹線ホーム17番線から17時53分です。群馬県の渋川を出てから1時間と17分、埼玉県の県庁所在地大宮に到着です。いや、これかなり早い方ですよね。1時間と17分。それだけでね、
大宮まで帰ってこれちゃうんですから。温泉地伊香保温泉から大宮はね、特急を使えばかなり快適なものだと、知りました。でもね、なかなか草津号のね本数がないので、タイミングよく合わせるしか乗ることができないんで、今回もたまたま帰りに、草津号の時間に、渋川駅に戻ってこれたので乗れたというだけであって、なかなか草津号に乗ることは難しいんじゃないかな。踊り子号と違って本当の本数少ないんですので、こちらに乗る際は、十分ね、時刻表を見てね、しっかりとね、時間間違わずに乗り込むようにいたしましょう。ということで、今回は特急草津号6号1系に乗りまして、大宮駅まで帰ってきたという動画でした。まあ、もちろん伊香保温泉だけでなく、この草津という名前、草津温泉にも、便利な列車ですので、皆様ぜひ乗車してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。